南無大師円浄金剛、南無大師円浄金剛、南無大師円浄金剛。それでは雲辞義、講読していきます。定本は弘法大師空海全集第2巻、小野塚起長訳中、千曲書房、それから現代語の雲辞義、栂の小雲、雲辞義講説、小田辞集、および漢和対照雲辞義で素読、中川全教テキストで素読をしてまいります。それではまいります。雲辞義、遍照金剛篇。原文、一つの雲辞を相と偽との二つに分かつ。一つには自相を消し、二つには辞義を釈す。現代語訳、雲、サンスクリット不雲の一字を解釈するにあたり、これを自相と辞義との2つの説明に分ける。まず自相を解説し、次に辞義を解説することにする。ちょっともうちょっと続けたいですね。ちょっと区切り方が悪いですね。それではですね、まあいいか。現代語、トガノをいきます。運の一時を自相と自義との二つに分かつことができる。そこで一つには自相を解説し、二つには自義を釈することにする。ここまでですね。次に小田テキストいきます。この章は総評の下段で、運時一時に自相と自義と二尺二つの解釈があることを示している。ですね、講義、本書は運時の義を釈するから運時義と名付ける。この運の一時を自相と自義との両面から解釈して、この字に含む義種、まあ意味ですね、を明らかにする。その中、今章はこの自相自義の両辺を雲辞一字に含んでいることを説く。しかるに自相と自義との分別については重々の義があって、いろいろな本にですね、四重の尺を出しているというわけで、諸重、二重、三重、四重とこう浅い解釈から深い解釈まで出しておりますが、省略いたします。すみません。それでですね、諸重はですね、高祖の煩悶境解題に、この解題シリーズっていうのも非常に面白くてですね、面白いんですけど難しいんですよ。いろいろなお経について、弘法大師がダイジェストをですね、作るんですね。なので非常に興味深いんですけど、しかし簡単にはちょっと扱えないので困っています。煩悶境解題に、自相はすなわち剣なり、自義はすなわち非なりと説き、自相は剣業、自義は密教の義を示すとする。生じ自相義は、生じは家にして理に及ばず、自相は有弱にして言語を絶せりと説くは、自相の意を述べたものである。文字によって理を表すも、文字は家法であって仮の法であって、真実の理には及ばない。文字は感知のための、知をですね、瞑想するための方便に過ぎない。実技は文字の外にあるとするのである。これに対して辞義は、生じ実相義に、生じはすなわち実相なりと特に相当する。いちいちの生じは皆、真実の義士を対し、戦時不別である。しかもこれが秘密の文在である。釈迦円論第2に説く五種言説の中の全四種、すなわち相、相というのは、奇変に目と書く相ですね。それから夢、それから妄執、これ囚われということですね。それから無視、始まりがない。この四種の言説は自相の分際で、第五如義言説が辞義である。この話は生じ実相義に出てきました。次に第二重の解釈、キャジの作業、すなわちカ、サンスクリットハの因縁等を自相とし、作業不可得、因不可得等のごとく、いちいちの字の不可得を辞義とする。これは真言宗の生じ即実相の中で、一時をもって辞義を表すは自相とし、一層にとらわれず無下承入するを辞義とする。作業の義、
因縁の義、等というは一層一義で差別するから、これを自相とし、いちいちの字に不可得を感ずれば、諸字いずれも法性の理に入り、平等一味であって生じ一門の相を見ない。これを仁義とする。先の図に、一層を射して無双にいるというは、無双は無双不具の義、すなわち相として愚せざるはなしという意で、一層にあらゆる諸相を見る義である。本書に尊厳、相役を宇治、マジの自相とし、尊厳不可得、相役不可得を宇治、マジの仁義とするは、この意である。重々心論第十二、いまだかつて自相自義真実の句を知らずというは、この十において自相自義ともに真言教に属する証拠である。ですね、全然関係ない話なんですけれども、それこそちくまからですね、この重々心論、現代の重々心論を模してですね、10の段階に分けて弘法大師の、名言をですね、ちょっと紹介していこうっていう本を出そうという企画があるそうなんですね。で、おそらくまあ1年に1冊、もしくはまあ早ければ8ヶ月ぐらいで1冊ぐらいのペースでですね、10巻出すらしいんですよ。迷いの言葉からどん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 悟りへ向かっていくようにですね、作っていくらしいんですね。書き下ろしの本で何かに連載するわけじゃないらしいんですよね。面白いなと私も思っています。もしかしたら執筆するかもしれません。ちょっと分かりませんけどね。さすが千曲だなって思います。それではですね、続きいきましょう。第30は、不可得を自相とし、炎明を自義とする。前十の自義は、生じおのおの一門によって一味平等の不可得の理にいるが、これは能線と諸線との区別を見ているから、この十ではこれを自相とする。もし生じの自体が不生であるから、生じの他には別に諸線の理はない。生じの相を動かすことなく、直ちに炎明の体であると感ずるを自義とする。炎明とは、炎は修徳を円満にことごとく具して欠けたることがない義であり、明は潔白無垢の義である。前十の不可得の中に、さらに炎明の実相を感ずるは、空無不二絶対の法性であるから、これを自義とする。第40は、前十の炎明を自相とし、能線諸線の義を損するを仁義とする。前十には能線の文字に即して諸線の炎明を見、能書を傍じて一心一味の炎明に帰している。故に一北海車上の法門である。これを第40では自相とする。しかるに文字は能線で、理種を表すを小とするから、炎明の中にさらに能書を損して、五密を能線とし、真意二密を諸線とする。能線よく明かすというわけですね。で、明かされるところは真密と異密であると。すなわち炎明の中に三密が歴然としているから、多北海漂徳の法門である。故にこれを仁義とする。即心成仏義に能書の二章ありといえども、すべて能書を絶せり、法に道理に何の動作かあらん。能書等の名は皆これ密号なりと説く。この中のすべて能書を絶せりというは、第30の仁義、能書等の名は皆これ密号なりと説くは、第40の義である、仁義である。四十飛脚は当時の来法、御法、憲法等の唱えるところであるが、南山の、南山というのは高野山ですね、遊海は諸従二十二義を尽くすものとし、四十飛脚は用いない。諸従は顕密大弁の義、第20は相違ともに真実で、先人の差別を認めない。遊海のこの見解は宗の実技を尽くしている。四十を立てて、第四十に車上を遷とし、漂徳を仁義とするは一応の説である。宗の実技は、車上漂徳は一方の領義で、一北海多北海の不動に過ぎぬ。
しかも一多北海は今体両部の内省であり、優劣先人の差別はない。俗衆議決着集第三に、葬儀顕密のことと題する論則があり、辞儀の一文は顕密に通ずるか、辞儀は、密に限るかを論じている。なんじゃは、なんじゃっていうのは、いやらしい質問をする人っていうかですね、必ずこの、論文っていうのはですね、一応その書き手がですね、こういう論を私は発表しますと言ったら、それに対してツッコミが入るんですよね。でそれに答えていくっていう、そういう流れで書かれていくんですね。でたまにそのいやらしい質問があるんですが、その辞儀の一文を兼業に許すべしと説き、当者は、まあ、答える人はですね、煩毛教会大の、自走即兼辞ちょっと待って自走即兼辞儀自走即兼辞儀即否ちょっとよくわからない、ごめんなさい、この尺を章として辞儀は密に限り兼業には許さないと説く。辞儀は辞儀即否ですね、ごめんなさい。自走即兼、自走、自の姿はすなわち兼であらわであると。辞儀はすなわち秘密である、辞の意味は秘密であるというふうに、の尺を章として辞儀は密に限り兼業には許さないと説く。兼業は総じて真理は無言であり、章寿は家法であるというゆえに先辞格別である。これはですね、密教の特徴で二教論の中で出てきたんですけれども、二教論っていうのは兼業と密教はどう違うんですかというお話でした。その中で兼業は悟りっていうのは解きえないんだと、言葉にはできませんよね、言葉にはできない、あるいは表現することはできませんよねっていうのが兼業の立場で、密教はいやいや、それは表現できますよと、こういう立場だったんですね。さて続き、しかるに辞儀真実の儀は生じ即実相で、先辞不別である、ゆえに辞儀を説くは秘密不具、すなわち密教独特の段である。この論則によるに、遊海氏は諸従の立場で本書を釈するようである。私もこの考説において、私というのは小田実修先生ですね、主として第一従の立場から述べ、かねて第二従引け第二従の意を汲み取って釈することにする。小田先生は仁和寺なので、ちょっと我々とですね、区切り方が少し違うんですが、まあしかししょうがないですね、このまま読んでいきます。それでは本文戻ります。原文、はじめに自相を消すとは、また四つに分かつ四字分離のゆえに、金剛朝にこの一字を釈するに、四字の義をぐす、一つには火事の義、二つにはアジの義、三つには宇治の義、四つにはマジの義なり。現代語訳、はじめに自相を解自相、自の姿ですね、自相を解説するにあたり、これをさらに四つに分けることにする。これはこの運字が四つの字に分解できるためである。すなわち金剛朝行において、この運の一字を解釈するにあたり、四種の義を貫いているのである。第一には火事の義、サンスクリット火ですね、第二にはアジの義、第三には宇治の義、サンスクリットはウーというこう伸ばす母音ですね、次にですね、第4番目にはマジの義である。ですね、一旦ここで切ります。それでは戸賀のお盆、金剛朝理主釈教によると、この運の一字を釈するに、これに四字の義をぐすとしている。すなわち一つには火事の義、二つにはアジの義、三つには宇治の義、四つにはマジの義である。まあこんなにそんな難しいことはないですね。それでは続き、織田本、大意、この章は運字の自相を解釈するに、か、あ、う
まの指示に分解して釈することを説き、しかもこの指示分解の釈が金剛長部に属する般若理主釈によっていることを明かして、雲次の自相釈の総括的説明をしている。ここでですね、金剛長というふうに言っているのは何かというと、金剛サッタが作って福が訳したというふうな、伝説のもとに伝えられている「大楽金剛福真実三昧訳経般若波羅蜜多利修釈二巻、略称は般若利修経、違う違う、般若利修釈もしくは利修釈経というものです。般若利修経の注釈書なんですけれども、これをですね、サッタの釈経と称して、狂気お経や偈と同様にですね、尊重したものなんですね。般若利修経、つぶさには、大楽金剛福真実三昧耶般若利修本という福訳は、金剛長十八手の中の第六会の説法であるから、今金剛長という。ですね、金剛長行っていうのは、伝説の金剛長行があって、それは誰も見たことがないんですけれども、10万のフレーズで説かれているすっごい長いものがあるらしいんです。で、今我々が金剛長行金剛長行って言ってるのは、その中の一番目の部分だっていうわけですね。で、本当はその金剛長行は18の場所で、説かれている18の部分からなるものなんだそうです。それが18手、金剛長18手っていうんですね。で、その中のその6番目に当たるのが、いわゆる利主教であると、このように言われております。それでは続き、講義。本書は雲次の自相釈するに、川馬の指示に分離して釈している。この指示分解の方は、金剛長部に属する般若利主釈によったのである。同書上巻に、経の初段の主旨真言、雲、サンスクリット不雲字を釈するときに、新真言雲字は陰の義、中略、この一字に指示の義を付す。しばらく舵を持って本体となす、唐と徳文を、証として、証として引用している。利修釈の舵、利修釈の科等の指示の解釈は次義を述べているので、今は単にこの一字に指示の義を付すという句のみ引用して、雲次が指示から合成した字であることの証とせられたのである。また文の指示の義とは、自相、字義を分別する場合の字義を指したのではない。単に指示に分解しうることを示して、川馬の指示の名を連ねたのである。原文、一つに舵の義と、一つに舵の義とは、中央本尊の体、これその字なり、いわゆる舵はこれ陰の義なり、凡には稽賭場という、すなわちこれ因縁の義なり、因に六種あり、および因縁の義の中に、因に五種あり、阿鼻曇に広く説くが如し、もし舵文を見れば、すなわち一切の諸法は因縁より生ぜざることなしと知る。これを舵の自相となす。現代語訳、第一に舵、サンスクリット波、という字の義とは、運、サンスクリット風字の中央で基本となっている字がこの舵であり、一般に舵といえば原因を意味している。梵語で稽賭場、サンスクリット、これは何て言うんだ、ヘータバッハという、すなわちこれは、因縁、すなわち原因と条件の意味である。清浄仏教の教理においては、因には能作因、偶因、動類縁、相応因、変容因、異熟因の6種類の因があるとするが、この場合の因縁とは、このうちの能作因を除いた、空因等の5種の因を意味している。これは阿弥陀妻系の、阿弥陀妻っていうのは、サンスクリット阿弥陀丸、
法の研究という意味ですね。阿弥陀妻系の論集に広く説かれている通りである。もし家事門、すなわち家事門による漢方、瞑想法ですね、これを見れば直ちに全てのものは原因と条件から生じていることを知るであろう。これを家事の自相というのである。それでは、トガのテキスト。2、家事の自相。一つには、家事の義というのは、それはこの雲爾の中央の根本主体となっている字である。いわゆる家という字は、陰もしくは因縁の義を表す印である。梵語には ケートバ、サンスクリットヘートバという。これが陰、すなわち因縁を表す言葉であるが、その中の家の一字を取りて陰もしくは因縁の義の表示とするのである。この陰には関節の原因たる脳鎖陰と、同時因果の利たる苦有因と、維持因果の利たる同類因と、主として心識生起の原因たる相応因と変容因、それから善悪の因より善でも悪でもない中性の異熟果を生ずる異熟因との六因がある。この六因の中から関節因たる脳鎖因を除きたるものを因縁、もしくは心因縁、親の因縁と書きますが、心因縁というので、その因縁の中には苦有因、苦有因、同類因等の五種の因がある。このことは阿弥陀妻大ビバシャ論に広く説けるが如くである。この家事門を見れば、すなわち一切のいかなる諸法もこの因縁より生ぜざるものなしと知る。この因縁の一義を表すところを家事の自相とするのである。待ってくださいね。琥珀さん、理主教、理主教の解釈本のことです。理主釈。さて、因縁というものですが、いろいろな因縁の話が出てきましたので、ちょっとだけ解釈をすると、脳鎖因、よくなす因というのは、果を生ずるにあたり直接の原因とはならないが、間接にこれを助け、これを邪魔しない作用をなす原因のこと。それから空因というのは、空というのはですね、苦舎論の苦に「う」はあるという字ですね。空因、三条相よりて重するがごとく、互いに因となり果となるごときのものを言う。次に同類因、同じ類の因。善は善、悪は悪というように、相似同類の果を生ずる因を言う。なるほどね。いいことがいい結果を招くとは限らないこともあるんですけれども、この場合は同じような結果を生ずるわけですね。次に6番目、相応因。親王と親女とが苦気して共に起こってですね、互いに因となり果となること、これを相応因。次に変行因。変行というのはあまねく行ずる。即才等の、即は触れるですね、才、というのは作るに心と書く。才等の五変行の枠、惑いが一切凡行の起こる因となるを言うと。次に異熟因、異なって熟する因ですけれども、後に無起床、すなわち中性、つまり良くも悪くもない、そういう果を生ぜしむる善、もしくは悪の因を言うと。さて、それではお打本参ります。大意、この章は雲爾の本体たる家事の自相を説く釈断である。家事は梵語ケートバの頭文字で、陰の義を示すことを述べ、陰に6種あること、4つの縁、四縁の中の因縁に五因あること、5つの原因があることを述べ、我らが家事門を見れば諸法が因縁生の法であることを知ると釈している。さて、先ほど出てきた阿弥陀妻大ビバシャ論、これは200巻あるという恐ろしい本で、玄奘訳。
ビバシャロンとかバシャロンというふうに言いますね。説一切ウブの、論造です。講義、家事は雲爾の中央の本体である理主爵上にしばらく家事をもって本体とすという雲爾を川馬指示に分離して爵することは理主爵によったのであり、御社に家事を用いるも理主爵の門によったと思われる。従って本尊体の尊の一字も円字、円字っていうのは五字脱字ってありますけど、一文字多いのを円字っていうんですね。行という字の中に三髄が入ってるやつ、円字と見て覗いた方がよい。天社の間に誤って加わったのであろう。本体の家事は陰の儀である。大日教章7に凡に稽賭場という、すなわちこれ陰の儀なり。中略、これを自相とすと説く。本書はこの書の文を借りて釈しているので、陰の儀を因縁の儀と改めているのみである。梵語の稽賭場は陰の儀であるが、公訴は因縁、因即縁の儀をもって因縁としたのである。アビドン等に陰に6種、縁に4種を立てる。六陰とは、納采陰、空陰、動類陰、相応陰、変形陰、異熟陰である。説一切ウブ宗は六陰を用いるが、胸部宗は納変、納鎖、変形、異熟の三陰のみ立て、他の三陰は認めない。支縁とは因縁、当無権縁、諸縁縁、増上縁である。ここのその因縁の話はすごくややこしそうなんですけど、どうしようかな。とりあえず読んでみて、無理そうだったら途中で諦めます。赤文字がついておりますが、皆様からのお布施によってこのまま延長させていただきたいと思います。ありがとうございます。六陰の中第一の納采陰、サンスクリットカーラナヘートゥというのは、諸采陰または随増陰、難しいですね。作るに従う因とも名付け、家に対して親しくない因で、事態を除いた他の一切の無為の諸法がよく時法の生ずる因となる儀である。納采陰に有力と無力との二種がある。有力納采陰は与力納采陰とも言う。家に対して親因とはならぬが、親しくはないが、間接にこれを助けて家を生ぜしめる。無力納采陰は不肖納采陰という、不肖、触らないですね。家に対して生下をしないだけで何の力も与えない。次に第二空陰、サンスクリットサハブーヘートゥというのは、共有陰、偶陰って読むんですね。共有陰と書いて、または不肖陰とも名付ける。空法のために陰となる儀である。この陰に五位化空陰と同一化空陰とがある。なんかもう滑舌の練習をしてるみたいになってますが、五位化空陰とは2個以上のものが同時に、互いに陰となり化となるを言う。同一化空陰とは他方が、多くの方が同時に陰となり、しかも相互に協力して同一の化を得るを言う。万物は全因果と、継続して起こるのみではなく、そうですね、初めに原因があって、後に結果が起こる、大まかに言えばそうなんだけれども、でもあまり単純なものではないと言われればその通りですよね。横に同時に因となり果となって助ける。次に第三同類因、サンスクリットサバーガヘートゥというのは、自分因または自主因とも名付ける。広く色心二法に通じて、色心二法というのは簡単に言えば全てのものですね。同一類のものの全現象と好現象とに、対比して、異時に、異なる時に因果を論ずるもので、過去および現在の一切の有の方が、同類相似の法のために因となって通るかを引くを言う。確かにそうですよね。あの時のがここにつながってくるの？って
っていうのって実際にありますもんね。続き、第4相応音、サンスクリット、サンプラユクタヘートとは、心脳心情法について立てる因である。心現象は、心の現象は唯心脳のみで起こるものでもなく、ただ心脳ですかね、心の本体のみで起こるのでもなく、心情、のみで起こるものでもない。同時相応の心脳心情法が互いに転転して因となるから相応因という。第5変行因、サンスクリット、サルバガヘートというのは、一切変行因ともいう、先の同類因と同じく、因が維持の原因法である。ただし同類因よりもその範囲が狭く、唯心序の中の11変子、難しいんですけど、一応読むと、括弧、躯体の心腱、偏腱、蛇腱、腱手腱、開厳手腱の5腱と、義と疑うですね、無明と、実体の蛇腱と、腱手と、義と無明の煩悩のみについて立てる。十一変子は、総じて、知煩悩、知は、貪瞋痴の知ですね、知煩悩で、我執があり、苦集滅道の死体を認めない。あまねく剣道主体の前方と手動の前方との五分の前方のために陰となるから、前方染める方ですね、変行と名付ける。変行即陰の自己釈で、心得たらいい。十一変子は親しく主体の理に惑うから、神明理の惑と名付ける。神は親しいですね、明は迷う、理は理科の理、神明理の惑という。貪瞋慢の三煩悩は、死体の理に惑うた上で重ねて迷うて起こす煩悩であるから、十縁、縁を重ねるの、枠、または染命理、疎いという字に迷うという字に理科の理、染命理の枠という。今の変行因は、神明理の十一変子の枠に限り、染命理を言わない。第六、異熟因、これはビパーカヘートバ。じゃあ、ヴィパーカ・ヘイトというのは、生じの因縁について立てる。善悪の因が無期、無期というのは記さないと書きますが、善でもなく悪でもないということですね。その無期の顔を生ずるがごとき、因が異類を、因果の異なる類を熟するかである。異熟の名は、異類にして熟するという義、あるいは変異して熟する義、または異義に、異なる時に熟する義等と釈している。仏教で善悪合観の理を、説明する特殊の因果律である。確かにね、いいことをやっていい結果が出るとは限らない。これはみんな知ってると思うけど、悪いことしたのに悪い結果が現れない時って、ちょっとイライラしますよね。続き、症状況に、六因に対して五果を説く、五つの果ですね、結果。造成果、使用果、通る果、異熟果、理系果である。造成果は、造成果、造花の造に、上は上という字に、果は、果実の果ですね。造成果は農作為によって得た果報である。農作為の造成力によって得た果であるから造成果という。使用果は空因と相応因によって得た果である。私有は、私不作用の義で、因の作用によって果を得るを、人の動作によってことをなすに例えたのである。通る果とは、同類因と変行因によって得た果である。因と果と性質が等しく、善因には善果、悪因には悪果、無期因には無期果を生ずる。因果が等同であるから、すなわち等同流類の果という意味で通るかという。異熟果は異熟因によって得る果である。因は善果悪果でも、果は無期である。因が異熟する果であるから異熟果という。これは生じ輪廻について立てるもので、確時的因果であって、時を隔てる因果ですね。過去の善悪の合因が二生三生等の後にその果を感ずるのである。以上の四果は、四つの果は、六因によって生じた果であるから、ウイ果である。第五の理系果は、これに反して無イ果である。理系果っていうのは、つながりを離れる果と書
きますが、室の地力をもって煩悩を断除し、生じの軽薄を離れて、涅槃の境にいるから離薄家と離経家という三十七本の胴体を主して売る。涅槃であるから胴体は涅槃を売る因であるが、しかも胴体が滅体涅槃の利を生ずるのではなく、本来単念として損する利を生したものである。故に因の中には入れないのである。例えばそうですね、こうあんまり日本人ってスーパーマンみたいな人が好きではないんだけれども、スーパーマンっていう言い方よくないな。チベットで例えばミラレパっていうすごい聖者がいるんですけど、あの人は若い頃めちゃくちゃなことしてるんですよ。人殺したりね、だけど、まあ、アングリマーラなんかもそうですよね。人を殺してしまった、だから悪い結果地獄に落ちたかっていうと、そうではなくて、やはりそのお釈迦様の弟子となってね、それで、まあ、あの人はアラカンかなんかになるんでしょうか、ちょっとそこ忘れちゃったんですけれども、まあそういうふうにですね、悪い結果にいかない、こうそういう、なんでしょうね、つながりというか、そういうものを断ち切ることができるということは言えるわけで。さて続き、縁に四種ある因縁、東無権縁、諸縁縁、増上縁である。この四縁については苦舎樹書大丈夫か、私頑張れ私、第7に小述している。普通の説明では結果に対して親しい関係を有するを因と名付け、その関係が、そうなるものを縁と称しているが、この四縁は六因に対して心素の別があるのではなく、縁即因で、六因四縁はその分別をことにするだけである。四縁の中第一の因縁は結果を生ずるに最も親しい関係にある。苦舎論に因縁五因生と説き、六因の中の農作因を除く五因が因縁の体であり、因即縁で五因を因縁という。第二無等縁、第二等無権縁は心的現象にのみ行われる関係で、時間的因果である。すなわち心身女の方を生ずるとき、前年は後年のために縁となるを言う。前年が前であれば後年も前となって、前年の縁が後年と等しいから等という。また前年が、滅して後年じゃなくて5年と言った方がいいのかな、5年が生ずるに引き続き寒暖がないから無権という、心身女が生ずるとき前年が滅せねば5年は生ずることを得ない。前年の滅すなわち落舎が5年を生ずる縁となる。故に等無権縁を回避引導の義とも言う。四季法や不相応行は併記することがあるが、新法は併記しない。18回において六根六教六地というとき、異根は全滅の一年を言う。前年は五年の初へとなるがゆえに縁という。その 前年の縁に対し現在起これる念を意識と呼ぶのである。第三初縁縁も心的現象に限る因果である。心身女は客観的対象となる境を縁として起こるから、心身女に縁ぜられる境を初縁縁という。一切の方は皆心身女の初縁となる。心身女はその性質が弱く、一人では起こらず必ず初縁の境による。第四の増上縁は脳サインを直に縁とす。増上即縁の義である。脳サインの有力無力が共に化を生ずるに力あるから縁という。したがって増上縁には与力と不生の二縁がある。六因四縁五化の関係を図示すれば次の通りである。というふうに今のですね、6つの原因と5つの結果と4つの縁というのが書かれているのですが、まあ、ちょっとこれ省略をします。もうちょっとこの解説が続くね。六因と四縁との関係については馬車論に二義を出し、
という、一義には上手のごとく六義に非縁を接するとし、一義には六縁は支援よりも狭くて、施設をことごとく接することはできぬという。すなわち納采院は増上縁を接するも、当無権縁と諸縁縁は接し得ないという。六院に因縁を接する義ならば、六院の中に支援の体があるべきであるが、丞相では発体好愚と説くがゆえに、六院と支援とはその体が格別とせねばならぬから、祐の相似によって六院と支援の、総称を見るのである。ちょっとここ抜かしましょう。少し先行きます。以上、院の義について丞相の説を明かしたが、大丞に説く因縁の義もこの中で心得るべきで、法曹宗の荒谷縁起、三論宗の不縁起の縁起、天台宗の神如縁起、華厳宗の北海縁起等も皆家事の中の因縁の中に接するのである。本書の今の釈文は自相について説くものであるから、真言教の六大縁起を除く諸教の因縁の義をことごとくこれに接して心得る。これ、自相即顕、自義即否とする立場である。ただし、一重深めて自相自義共に真実とする立場では、六大縁起をもこの中に含めて見るべきである。六大縁起っていうのが、密教の縁起観ですね。ただし一、ごめんなさい、もし家事門を見れば、すなわち一切諸法は因縁より生せざることなしと知るとは、正しく家事の自相を明かす文である。丞相に説く六因因縁、六因支縁や大乗諸宗の諸縁起や、下道に説く因縁の義もすべて家事に接する。家事門を見れば一切諸法は皆因縁より生ずることを知るのである。家事門と説いて門の字を加えることは、行者が家事を感じ、家事を門として諸法の理を称するからである。ここが入り口だというわけでしょうか。あるいはまた、味門、家事門、間事門等と諸事格別であることを表すために門の一字を加えるという説もある。赤科さん、どうも、阿吽の線ありがとうございます。はい、ありがとうございます、いつも。あるいは、家事というのはこれを感ずる人によって見解が一様ではない。丞相の人はこれを見て六因支縁とし、6つの原因と4つの縁だと思うと。大乗の人は荒谷縁起、神如縁起、北海縁起と見る。また検校の人は庄司、品川庄司みたいになってますが、声と文字ですねと書きます。庄司は仮にして、家にしてですね、理にかなわずと見、密教の人は六大縁起と見、庄司即実相と知る。賢人は、賢人ってあの、賢行の人ですね。一切諸法は因縁生であるから、空と見て涅槃を外に求める、他に求める、車上的である。密人は、密教の人は、因縁生の胴体が直ちに保証にかなうと知り、縁者縁主の妙境に至る標徳的である。これを家事の自相とすというのは、家事の自相を釈する一段の結釈である。次にアジの方に入りますね。時間が厳しいけど頑張っていくぜ。原文、二つにアジの義と一派。家事の中に阿の生あり、すなわちこれ、一切義のも、一切生の体、一切自相の源、源なり、およそ最初に口を開くの音に皆阿の生あり、もし阿の生を離れぬれば、すなわち一切の言説なし、彼がゆえに終生のもとなす。もし阿字を見れば、すなわち諸法の空無を知る。これを阿字の自相となす。現代語訳、第二に「アジの義」というのは、家事の中に「ア」という母音が含まれている。すなわちこの「アジ」はすべての字の母であり、一切の音情の本体であり、すべての真理の源である。およそ最初に口を開いて声を発する時、その音には皆「ア」の声がある。もし「ア」の声がなければ、
すべての根絶は成り立たない。このゆえに、アジをすべての字の母とするのであるという。もしアジを見ればすべての存在が空無であることを知る。空と無でですね。これがアジの自相なのである。トガのお盆。二つにアジの義とは、今説明せる火事の中にも、あの母音の声がある。その火はあらゆる文字の母であり、ごめんなさい、そのあですね、あは、あらゆる文字の母であり、あらゆる声の体であり、あらゆる実相の源である。やっぱりこの訳はいいですね。さればこそ第二次教書には、およそ最初に口を開いて気を吐く時の響きの中にあの声がある。まあ、というふうにね、息を吐いてもその中にあが入っているというわけでしょうね。続き、このあはあらゆる文字の、違う、もしこのあの声を離れては一切の言説を形作ることができない。そこでこのあをもろもろの声の母とつと書いて説いてある、まあ、このあというのの中から全てが生まれるとこういうわけですね。お母さん、もしこのあの文字を見れば、すなわち、もろもろの、ものの空無なることを知る。この空無の一義を表すところをアジの自相とするのである。はい、オダボン行きます。大義。本章はアジの自相を説く。形、音、義の三方面から、アジが一切の根源であることを説き、アジを見れば、諸法の空無を知ることを説く。講義。雲字を構成する第二のアジは、カ・ア・ウ・マなので、その2番目、アという文字は、火事の中にあるアの声を指す。ただし、カの末音のアジを指すか、カと発音する前に、喉の中にあるアの響き、内声のアっていう、内声のア、これを見るかで、異論であるが、内声のアと見るが正しい。カーといったときに、あーとなるから、それがそこに含まれているっていうのはそういう意味ではないということですね。続き、非臓器に雲字を釈するとき、アジは字体なけれども かの音の中にありと言い、音字を釈するとき、アジは字体なけれども魔の音の中にありと説く。この両門の釈意を考えるに、外省の末院のあを取る義と思われる。今この説に反して内省のあとするは、理主釈上に経の初段の主事真言雲字を釈するとき、この一字に指示の義を愚す。しばらく火事をもって本体となす。火事はアジより生ずと説き、本書におよそ最初に口を開くの恩に皆あの章ありというによる。酵素は理主釈によって雲字を釈するから、理主釈の説に準じて内省のあ音とする説がよい。大日教書第17アジャリ真実地本に、経文のいわゆるアジと一派一切真言心なりというのを釈するときに、一切の音情は皆アをはじめとすることを明かして、ただし口を開いていずる声は、すなわちこれアジの声なり、神にまた行住道の行情道の頑張れ私行情道のもう、これさっきのニャーとか言ってたサンスクリットの発音ですね。ニャーとかそういう音ですね。これはあの声を離るというといえども、しかもアジの内省を離れることを得ず、内省とはすなわちいわく口中の、まあ、喉の中のですね、あの章なりと説くは、内章のあを取る義である。内章のあを取るのか、外章のあを取るのかは場合によって異なる。今は内章を取る義が適当である。あ、柏田さん、ヤマトのスキャット風、何ヤマトのスキャット風っていうのは、なんだろうごめん、ちょっと私よくわからないです。頑張ってと今声が入りました。ありがとうございます頑張ります。もう読み上げアプリになったつもりで頑張ります。本文に火事の中にあの章ありと釈するから、今は形音義の三種の中の音情について、あの
声のみを釈しているように見えるが、実は阿字の慶音義の三種をことごとく釈する意である。門に一切字の母というは、阿字の字の形について解き、先ほど言いましたね、文字を書くときにポンとまず筆を下ろす、それが阿の点なんですね。一切小の体は阿字の音情について述べ、一切自創の源は字の義手について述べたのである。梵字を書くときは最初に点を打って書き始める。この一点を阿点または隠し点といって、一切の字が阿字から生ずる、阿字は主字の母体であることを示している。故に大日教書第17阿闍梨心字一本の釈に、人に頭なきはすなわち一切私分皆死するがごとく、この虚字等もまた書くのごとし、もし阿字をもって頭となさざれば、すなわち饒舌また字と名付けずという、まあ、この阿字の点が打ってないのは頭のない人間のようなので、それはねありえないと、こういうわけですね。あ、何、赤下さん、大和のスキャットありがとうございます。 YouTube なので後で見させていただきますね。なんかそのそれを見ると、私中国語のね師匠を思い出しますけどね、師生ですか、師匠というと、うちらが使っている師匠点になっちゃうね、茶碗点目みたいなね。続き、一歳児の母とはこの意味を述べたのである。また音情について言えば、一歳の音はことごとく阿の響きによって起こる。口を開く最初に、口中に、まあ、喉の奥にですね、阿の響きがある。喉を開かねば音情は出ない。口を開けばかすかな阿の音を発する。阿の音があって初めて一切の声を発することができる。阿の音は一切音情の本体である。一切性の体とはこのことを明かす句である。次に、一切実相の源とは顕業に説く、真如実相を指して一切実相とし、阿字の自相の無の義を指して源というのである。なんて言うんでしょうね、さっきのその、まあ、一歳児の母は割と分かりやすかったと思うんですけど、一歳生の体っていうのは、こう私の勝手な解釈で言うと、全ての音にはなんかバイブレーション響きがあって、その響きのことをね、波のことをね、あと言ってるというふうに、言ったらいいのかなと思います。はい、父さん懸命に聞いています、ありがとうございます。まあ、聞き流してくださってももちろんいいんですけどね、なんて言うんでしょう、何かのね作業の BGM でも別に構わないと思うし、もちろん聞いてくださってももちろんありがたいしね、まあ門前の小僧みたいな感じでもう何でもいいと思うんですよね。まあ、皆さんと時間を共にできることを私嬉しく思います。はい、琥珀さん、聞き取りアプリみたく聞き読み取ろうと頑張っていますそうですね、お互いにアプリになってやるのもいいですね。はい、父さん、ずっと先生のお話を聞いているうちに、ああ、お大師様は、般若心経で よく出てくる色即是空のような、ちょっとごめんね、なんかね、よいしょと、色即是空のようなことを説明されているのではないかと思いました。その認識でいいですか。はい、大まかにはそれでいいと思います。いいと思います。ただね、その般若心経の解釈っていうのは、一般の方に出てるのはかなりね、間違ってるとは言わないんだけれども、浅い解釈の部分しか書いてないんですよ。で、深い般若心経で言いたかった、本当に言いたかった解釈っていうのは、どうもね、そこまで書いている本っていうのがないんですよね。で、私の知ってる限り1冊だけあると、1冊というか2冊で、1冊は結構最近に出た本で、宮坂先生が書いている本、神職般若心経、それは私もたまに読んでますけれども、なかなか時間取れないんですけどね。で、もう1冊は弘法大師が1200年前に書いた般若心経秘典という本ですね。さて、でね、疲れたら休んでいいんだよ、ありがとうございます。1時間ずつだいたいお休みをいただいております。それではもうちょっとあと5分ほど頑張ってみますね。で、続きでね、その
アジの自相ですね。次に一切自相の源とは顕業に説く身如自相を指して一切自相とし、アジの自相の無の義を指して源というのである。要するにアーという意味はですね、サンスクリットで言うとアヌットパーダという意味なんですね。それは生じないとかですね。あとサンスクリットのアっていうのは英語で言うと接頭辞でアンとかつきますよね。例えば何々できないとかね、否定の意味があるでしょ。それと同じようで、否定の意味なんですよね。だから無とか空とかいう意味になるとこういうことですね。アジの自相の義を示す、ごめんなさい、すなわち顕業に説くところの真如自相の義はアジ自相の無の義から生ずることを明らかにしたもので、アジの自相の義を示す句である。一切自相の源をアジの自義を説いた句と見る説があるが、これはよろしくない。今は、自相の釈断であるから自義の釈と見るべきではない。あ、ごめんなさい、自義の釈と見るべきではないと怒られてしまいました。 すいません。およそ最初に口を開くの音に皆あの生あり、もしあの声を離れぬれば、すなわち一切の言説なし。故に終生の母とするとは、大日経の阿字門一切諸法本部省の句を釈する大日経書第7の門を借りて、あの字音について内証の阿音が、一切の阿音って和音カードみたいになってますが、違う違う、一切の音上生ずる母となる義を述べたものである。大日経書は時系と音と義と三種について釈しているが、今は一切諸の母についての釈文のみを引用している。また今の文には、口を開く音にあの声があると説くが、ウンジのごときは口を閉じて発する声である。しかも安念の経示義第3に、ウンジ等のごときは口を開かずといえども、すなわち口中にあの生ありと述べて、口を閉じて発する音にあの声があるという。今の文と矛盾しているようである。しかし今口を開くというは、口内の喉の中のあの声を取る意味であるから、実は、経示義の釈と本書の釈と相違しているのではない。もしアジを見れば、すなわち諸法の空無を知るというのは、正しくアジの自相を釈する文である。アジの自相には、無、それから不、不はですね、不毛とかの不ですね、非あらずという字、この無、不、非の三義があり、自義には、う、空、不生の詐欺がある。今の門に空無というのは、自相の無を、の義を指すのであって、自義の空の義を指すのではないということなんで、さっき私が言ったことは削除してください。記憶から削除してください。自相の無と自義の空とはその意義が異なっている。自相の無の義は変空、空に変するという義で、自義は非空の鋳造の上に、う、空、不生の三義を開くのであるから、空の義というも、変空ではなく真空明雨である。自相の無、不、非の三義の区別は、非は即対につき、無は対外について言う対下ですね。すなわち非は自体を非し、無は他を無するのである。 無するのである。動詞か。また非と不との区別は、非は即対につき、不は内外に通ずという。また表無表象専用に、表無表象専用には、前文無なるを不とし、一文無なるを非とすと説く。非と無はどう違うのっていうのは、なかなか分かんないって言った方がいいかも。いろいろ説がありますみたいな。本文のこれをアジの自相とするとは、アジの自相を釈する一段の結釈である。というところで、よいしょ。2文字目まで行ったところで、時間が約1時間経ちましたね。和音、赤下さん、そこに食いつくんだ。イオンカード和音って鳴くじゃないですか。はい、というわけで、じゃあ一旦ちょっと休憩を入れさせていただきます。ナムダチェンジョウコンゴ、ナムダチェンジョウコンゴ、ナムダチェンジョウコンゴ。
じゃあね、休憩を挟んで残り2文字を、まあ、昼間のうちに終わらしてね、あとは本文の方いけたらなと思います。それでは、御媒たれやそわか、また後ほどありがとうございました。